ヤマトの大地陣の頂点に立つ最宮家、その使いがレイネシアを訪れる。彼女の意志とは関係なく進む婚礼の準備、そして最宮家より爵位を受けたアインスはシロエたちとの決別を宣言。ついに円卓会議は崩壊の時を迎える。次回、秋葉公爵。限界を超えればルールは変わる。